沖縄旅行13日目宿泊最終日です。今日は予約してあった渡嘉敷島シュノーケルツアーへ行きます。おもろ町駅からシェアサイクルを利用して泊港近くまで来ました。泊港の渡嘉敷島行きの券売り場へ向かいます。泊港からはいろいろな方面へのフェリーが出ていて、乗船券売り場がそれぞれ違います。事前にツアーを予約していたので券売り場でチケットを受け取ります。ジャンボツアーズから高速船で行く渡嘉敷島日帰りシュノーケリング体験プランを予約しました。通常1人1万100円のところ、この時は沖縄体験 50% オフキャンペーンを行っていたので5050円でした。高速船マリンライナー渡嘉敷で約40分で到着です。とても広くて綺麗な船内で快適です。座間味島行きの高速船クイーン座間味が出港していきました。いよいよ出港です。渡嘉敷島へは初めて行くので楽しみです。めちゃめちゃ揺れます。思っていた以上に揺れました。席から立つときは手すりにしっかりつかまりながら慎重に移動しないと転びます。酔いやすい人は酔い止めなどしっかりと対策した方が良さそうです。捕まっていないと歩けません。アトラクションに乗っているかのようでした。渡嘉敷島が見えてきました。緑の多い島でアップダウンが多いです。渡嘉敷港に到着です。到着便に乗る人が並んでいましたが、結構な人数がいました。各ショップのスタッフさんが分かりやすいようにプレートを持ってお出迎えしてくれていました。ケラマブルーの海、楽しみです。渡嘉敷港から人気のアハレンビーチに行く場合は距離があるのでバスなどで移動が必要になります。ツアーで申し込んでいると乗船料、港からの送迎、アクティビティなどセットになっていてスムーズです。またショップの施設を利用できるのも便利です。今回私たちはマリンショップシーフレンドさんにお世話になりました。広いショップで更衣室やシャワー、2階にはレストランもあり快適でした。お昼はこちらでカツカレーを食べました。明るく広い店内で地元のお客さんもたくさん来ていました。ショップ前の細い道からビーチに出られます。赤い部分は船の航路になっているため遊泳禁止です。イノシシ、ハブ注意の看板がありました。アハレンビーチです。やっとたどり着いたという感激もあります。この日は残念ながら曇り気味なので、日の当たるキラキラとしたケラマブルーとはいきませんでしたが、とっても綺麗で雰囲気のいい素敵なビーチです。波はほとんどなく穏やかです。ボートシュノーケルツアー以外は自由時間になります。シュノーケルツアーまで時間があるので、遊泳可能区域で個人でシュノーケルをします。シュノーケルの際は自己責任になりますので、ライフジャケットを着用するなど安全面には十分に注意してください。入ってすぐ2匹のチョウチョウウオがお出迎えしてくれました。泳いでいる間、この2匹がずっとついてきました。たくさんの種類のお魚を見ることができます。大人気の熊の実もいました。
現実の世界じゃないような夢のような時間です。ボートシュノーケルツアーの時間になりました。港までトラックで運ばれます。ポイント場所までボートで移動します。いざ入水。岸の近くとはまた違った雰囲気の海です。深いのでブルーの濃さが増して見えます。おお、サメを発見しました。びっくりして慌ててしまいましたが、近くにいたインストラクターさんがすぐにおとなしくて人を襲わないサメだよと教えてくれたので安心しました。貴重な体験となりました。インストラクターさんが夜光貝を見せてくれました。大きすぎてびっくり。泳いで移動しながら3つのシュノーケルポイントに案内してもらいました。小さい魚がびっしり、すごい数です。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。夢のような時間でした。帰りもまた荷台に乗っかり運んでもらいます。こんな経験初めてで、これがまた面白かったです。こちらはアハレンビーチのメイン入り口になります。レンタルやマリンアクティビティを申し込めるショップが並んでいます。泊まり後発が9時で帰りの便が5時だったのですが、本当にあっという間の時間でした。宿泊施設もあるので、泊まって他のビーチや島を散策するのも楽しそうです。晴れた日にまた訪れてみたいです。静かで穏やかな雰囲気のビーチに癒されます。バスの時間まで砂浜でのんびりとして過ごしました。中央に見えるのは無人島の離れ島です。無人島私のサービスを利用して行くことができます。晴れた日は本当に感動の景色を体験できるそうで、絶対にリベンジしてみたいです。帰りのフェリーは爆睡していたため動画がありません。思いっきり遊んだ後で皆さん爆睡率が高かったです。泊まりに帰ってくると綺麗なサンセットでした。沖縄旅行最後の夜は、沖縄の雰囲気をたっぷりと感じれる居酒屋チヌマンにやってきました。こちらは国際通りあさと店です。沖縄県内各地に8店舗あります。沖縄料理と赤瓦の店構えで沖縄の雰囲気をたっぷり味わえます。店員さんも琉球衣装です。お通しはもずくでした。アグー豚の餃子、紅芋コロッケ、甘くて美味しいです。沖縄塩焼きそば、油味噌のおにぎり、サザエのつぼ焼き、一人当たり3014円でした。ごちそうさまでした。
沖縄旅行最終日の朝です。グラティスおもろ町をチェックアウトし、駅のロッカーに荷物を預けてから遅めの朝食に来ました。エンダー那覇新都心おもろ店です。沖縄県内中南部を中心に20店舗ほどあります。アメリカ生まれ沖縄育ちのファーストフード店です。沖縄旅行に来ると必ず一度は立ち寄ります。モッツァバーガーとホットチリコンカンドッグ。くるくるんとした形のカーリーフライ、ガーリックチキンビット、いつも地元の方でにぎわっていて愛されているのが伝わってきます。ドリンクはシップの味がすると言われるルートビアが有名です。一度は試してみてください。シェアサイクルを利用して波の上宮まで行ってみます。波の上宮の隣に護国寺がありました。沖縄に現存する最も古い寺院と言われているそうです。令和5年下旬から約2年ほどかけて建て替え工事を行う予定だそうです。波の上宮は琉球八社の中で一番格式の高い神社とされています。パワースポットとしても有名な場所です。ヤシの木の中に赤瓦屋根で沖縄らしい神社です。狛犬ではなくシーサーなのも沖縄ならではです。神社から歩いてすぐのところに波の上ビーチがあります。別名海運ビーチとしても人気です。やはりリゾートエリアのビーチとは雰囲気は全然違いますが、那覇市の唯一の海水浴場ということで人気のビーチです。バイパスの下にビーチがあるのもある意味見どころです。那覇空港からも近く、沖縄旅行最後の観光地としても人気なスポットです。帰りに立派なガジュマルを見つけました。自転車移動しているとこういう発見があり楽しいです。シェアサイクルでおもろ町駅まで戻りました。おもろ町からはユイレールで那覇空港へ向かいます。帰りはやっぱり寂しい気持ちになります。千歳空港までの唯一の直行便ピーチを利用して北海道へ帰ります。空港内の琉球村で遅めのランチにします。注文の料理が出てくるのがとても早かったです。空港内なので時間が気になる時でも助かります。三枚肉そばとソーキそばを注文しました。沖縄そばのスープにしては濃くてコクがある方かなと思いました。美味しかったです。ごちそうさまでした。楽しかった13泊14日の沖縄旅行もこれにて終わりです。これだけ長く旅行したのは初めての経験でしたが、さすがに13泊すると満足感でいっぱいです。でもまたすぐに戻ってきたくなるんですよね。とっても魅力のある場所です。13泊14日の沖縄旅行シリーズの最終話でした。少しでも旅行気分を味わえたり、旅行の参考になったら嬉しいです。これからも旅行動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。